はい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 。こんだけマイニング打たれて打たれたけども、この点数3点で収まってるっていうのは、ほんまにピッチャーの頑張りもそうやし、守備陣の粘りっていうのは本当に大きいと思うから、なんか負けたんやけど、そこまでめちゃくちゃ悪かった試合、じゃないんじゃないかなって個人的には僕思います。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いいたします。今日はですね、先ほど終わりました、スワローズ対ジャイアンツの試合解説、徹底解説の方をやっていきたいというふうに思ってます。まず結果なんですけども、3対1でスワローズが勝利をしたというゲームになっております。はい、先ほど冒頭で言いましたけども、まあ3点取られた。なんかその、負けてしまった。すごくネガティブな印象を受けるかもしれないけど、僕はね、今日の試合に関しては負けたんだけど、そこまで、なんかその悪いところ、まあちょっと、皆さんもね、疑問な采配があったっていうふうに思ってる方もいらっしゃるかもしれないんで、後ほどね、言及したいと思うんですけども、そこまでめちゃくちゃなんか変な試合というか、なんか勝てたわというか、なんかこれもうほんまもったいない負けやなみたいな感じではな、僕はなかったんじゃないかなというふうに思ってます。で、まずはじめですけども、今日のね、一言目も言わせてください。はい、よく3失点で耐えた。7回表のチャンスで得点できれば、点っていうところなんですけども、どんなんね、たられば言ってたら、まあ仕方ないのは分かってるんですけども、まあ、7回表の、まあその、長野さんのとこですよね。代打で長野さんが出てきたんですけども、そこでね、まあ空振り三振をしてしまって、まあ結局その回点が入らなかったっていう、ところがあって、その次のイニングに、次の回ですね、点を取られてっていうところがあったんで、そこで得点できてたら、すごく面白かったのになっていうふうには思うんですけども、まあたられば言っても仕方ないんでね。はい、まあ今日も解説やっていこうかなというふうに思います。まずはじめに、得点シーンさらっと振り返っていきまして、そして右側で僕が気になったところとか、皆さんがおそらく疑問に思っているようなことっていうのをすべてね、ここで解決していこうかなというふうに思っております。じゃあまず得点シーンからなんですけども、今日はですね、6回表に2アウトランナーなしから岡本選手、なんと2試合連続のホームランというところで、まあ、完璧にもう状態が戻ってきたんちゃうかなと。で、初球のファールなんかを見ててもですね、なんか非常に初球から自分の形で振れてるなっていう感じのね、スイングができてるんで、非常に、これから期待が持てるんじゃないかなというふうなところでございますと。で、6回裏にですけども、点取った後にね、すぐ点取られてしまうっていうのもね、なかなかこう、リズムに乗り切れない、とこの、要因かなというふうに思うんですが、まあ、ランナーなし、先頭のサンタナ選手にね、まあ、ホームランを打たせてしまって、まあ、ソロでも良かったんですけども、まあ、1対1というところに、なってしまいますと。で、7回裏ですけども、まあ、2アウト1、3塁からまたサンタナ選手にね、ライト前ヒットを打たれるというところで、まあ、これもね、後ほど詳しく解説していきたいなというふうに思ってます。で、最後8回裏ですけども、2アウト1、2塁で、なんと長岡選手に今日4打数4安打、昨日から合わせたら7打数7安打だけね。なんかもう死ぬほど打たれてるんですよね。はい、死ぬほど打たれてるんですけど、まあ初球のボール気味のね、ボールをヒット打たれて、もうノリノリっすわね、はい。っていうところで、まあ3対1というゲームで、今日試合終わっております。はい、じゃあちょっと右側でね、僕が気になったところであったりとか、皆さんの疑問をすべて解消していきたいというふうに思ってます。はい、ぜひジャイアンツファンの方であったりとか、スワローズファンが見てもね、勝利の要因に浸れるのかなというふうに思いますんで、ぜひ最後まで見ててください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあまずなんですけども、1回裏。はい、もうね、今日ね、ヤクルト死ぬほどランナー出てるんですよ。ほんまに毎回、もう3人で終わった回ってほぼないんちゃうか。僕ちょっとすいません。ちょっと、そこまで見切れてなかったんですけど、もう、毎回ランナー出てたんですよね、マジで。で、まず1回裏なんですけど、もう、また、長岡選手ね、もうどんだけ打つねんって話なんですけど、まあ、レフトにね、非常にうまいこと逆方向を意識しながら打ってるなっていう感じはしました。はい。で、ランナー2塁でしょ。ワンアウトからヒット、ツーベース打ちまして、ランナー2塁と。で、ワンアウト2塁からオスナ選手、ファーボールで。もう、ここでワンアウト1、2塁でね、村上選手。はい。まあ、なんとかセカンドライナーに打ち取ったんですけど、これも、非常にまあ、シンカーという球種、高橋礼投手のシンカーという球種に、まあ、なかなかタイミングが合ってなかったなっていう風なね、形で、
まあ最後もシンカーでね、まあシンカー空振り2つしてまして、で最後もシンカー行って、まあなんとか当てたんだけど、セカンドライナーっていうところで、今日村上選手はまあシンカーがあんまり合ってないなっていう感じがこの1打席目で非常に感じてました。で、ツーアウト1、2塁、村上選手を打ち取った後もまだサンタナがおるというところで、もう地獄打線なんですけど、はい。で、サンタナ選手ストレートでね、三振取るんですけども、なんとストレート3球で三振取るんですよ。まあちょっと逆球の球もあったんですが、まあ非常にサンタナ選手多分ね、僕毎試合見てるわけじゃないんですけど、クレバーというか、頭が非常にいいバッターだと思うんですよね。いい選手だと思うんですよ。だから、そんな簡単に自分には変、まっすぐ投げてこないやろっていう感じで、どっちかっていうと、まあ状況とかにもよると思うんですけど、変化球マークが強いバッターだと思うんですよね。ここ3連戦見てても、結構変化球を待ってる率っていうのが高いんで、そういったところで、まっすぐで3球いって裏かけたっていうのは非常に良かったんじゃないかなというふうに思います。で、次気になるところ、これ3回裏で、はい、3回裏、これね、まあ、ピンチをしのいだ。まあ、先ほど冒頭でも言いましたけども、守備陣もすごく頑張ったよっていうお話しましたが、これもね、ワンアウトからまたこれ、長岡選手にヒット打たれるんですよ。これも外のボールなんですよ。外の、もうおそらくボールなんですよ。ボール球のシンカーをね、レフト前に打たれるんですけど、もうね、完璧にね、自分にインサイドを投げ切れてないんで、高橋礼投手がなかなかインサイドに投げ切れてないから、もうアウトコースギャンバリで、もうアウトコースのボール球のね、これシンカーもね、レフト前ヒット持っていくっていうところで、完璧に逆方向とか、外のボールを意識してるっていうのは、もうはっきりね、まあ1打席目から分かってたことなんですけど、まあそこに投げ切れないっていう高橋礼投手のね、まあコントロールがなかったっていうところだと思います。で、ワンアウト一塁からオスナ選手に詰まりながらバットを折ったんだけど、それもね、いいスイングしてる、いい状態だから、野手と野手の間に落ちるというところで、ワンアウト一三塁を作られてしまうんですよ。で、ここで村上選手にフォアボールね。で、ここ満塁で、これサンタナ、先ほど三振したサンタナね。で、皆さん覚えておいてもらいたいのが、大体三振したバッターとかっていうのは、次の打席、やっぱ積極的に振りに来るんですよ。なぜかというと、やっぱ三振っていうのはバッターからすると、すごく嫌なことなんで、先ほど三振したんだったら、次はバットに当てたいっていう意識が働くんで、ストライクというかね、初球から振ってくる確率っていうのは非常に高いわけですよ。で、そこで、初球のストレート、多分ツーシームだと思うんですけど、それを、まあ、振ってきてくれてね、そこを多分振ってくるだろうっていうふうに予想をかけて、じゃあ振ってきてもいいように、ゴロ打たそうっていうところでツーシーム行ったと思うんですよね。で、ここで、サードゴロゲッツーっていうところで、このピンチを切り抜けるわけですけども、もう普通に考えたらね、もう大量得点されてもおかしくない場面なんですけど、それもね、うまいこと、まあ打ち取れたっていうのは非常に良かったんちゃうかな。リードも良かったし、まあ投げ切れたね。高橋礼投手も良かったんちゃうかなというふうに思います。で、4回までなんですけど、これね、巨人チャンス作るんですよ。直樹さんがこれフォアボール出て、カズマがこれレフト前ヒットでしょ。で、ノアと1、2塁で坂本さんショートゴロ、いい三遊間のゴロ行ったんですけど、長岡選手がいいプレー見せてね、3塁でアウトして、ワンアウト1、2塁っていう場面で秋広選手回ってくるんですけど、これね、まあ、結果から言うと見逃し三振なんですけど、これもね、伏線ありまして、1打席目、秋広選手チェンジアップで、三振してるんですよ。で、空振り三振をしてるんですけども、チェンジアップでね、空振り三振してるんですけども、この、入り方もね、チェンジアップ2球いったんですよ。だから、秋広選手は、先ほどチェンジアップで三振してるから、あ、自分はやっぱチェンジアップが合ってないから、っていう風に2球来てるし、1球目2球目チェンジアップやから、あ、やばいやばいと。俺、全然チェンジアップに合ってないから、あ、チェンジアップ攻めされてるわ、っていう風に思うわけですよ。で、そこで、そっから裏書いて、まっすぐ2つ行くんですよ。で、最後なんか、インハイのボール球、ボール気味のボールなんですけど、それをね、もう全くもう、チェンジアップマークがきついわけですから、そこをしっかり投げ切ってね、見逃し三振取られるっていうところで、まあ、これは秋広選手が悪いっていうよりかは、まあ、中村選手とね、サイスニードがよく投げ切ったなっていう場面ですよね。で、まあ、ツーアウト1、2塁で、小林選手がまあ、サードゴロっていうところで、まあ、この回も得点、奪えずというところです。で、次気になったところ、これ4回目なんですけど、これもね、もう毎回連打出んなって感じなんですけど、まあ、竹岡選手がね、これ、ファーボールに出ますと、ワンアウトから。で、ワンアウト1塁で、中村選手が、レフト前ヒットで繋ぎますと。で、サイス2のバンドできないんだけど、このね、好調のね、1番の丸山選手、2アウト1、2塁で回ってきますと、嫌な感じしてるんですよね。で、それで、ピッチャーの足元パーン抜かれるんですよ。で、それで、うわー、最悪や、点取られたと思ったんですけど、そこで、門脇選手が、どこ守ってんねんって話で、マジで二遊間のとこ守ってて、マジでポジショニングが良くて、これね、
ショートゴロでね、アウト取るんですけど、これもね、めちゃくちゃでかかったね、これね。まあ、ファインプレーというよりかは、まあ、ポジショニングが非常に良くて、なおかつ足の動きもしっかりしてて、取れたっていうところなんですけど、これね、非常に大きかったと思います。これね、あんまり語られないプレーだと思うんですけど、これはね、マジででかかった。これもう完璧に抜けてる打球なんですよ。もうだってピッチャーの足元ぐらいパーン抜けてるんで、もう確実抜けたなと思ったんですけど、そのポジショニングのね、しっかりしたグラブさばきで、さばけたっていうのはね、非常に門脇選手の守備が、非常に上手かったなというふうに思います。で、次にあったところ、これ5回裏なんですけど、これもね、また長岡出るんですよ。また長岡、もう長岡って言っちゃいますけど、また打つんですよ、レフト前に。これ全部逆方向や、今。で、ノアで注意で、これオスナを、543、またこれダブルプレー取れたんですよね。まあさっきはサンタナだけど、オスナをしっかりね、ストレート2球で、サードゴロゲッツーって取れたのは非常に大きかったと思います。で、2アウト、ランナーなしから村上選手を三振ね。で、先ほどは1打席目で、シンカーなかなか合ってないよっていうお話しましたけども、ここでも最後シンカー、しっかり投げ切って空振り三振取れたっていうのは非常に大きかったな、というふうに思います。で、ここ。で、6回表ね、これ2アウトランナーなしで、もう完璧ホームラン狙ってるわけですよ。2アウトランナーなしで、もう、なかなか点が入らないというところで、非常に、ホームランを狙ってると、岡本選手ね。で、それで、まあ実際ホームランを打つんですけども、これね、面白くて、追い込んでね、追い込んでというか、7球目のストレートを打ったわけですけども、これ、サイスニードが首2回ぐらい振ってるんですよ。首2回振って多分、インコースのまっすぐ行ったんですよ。で、それが、まあ、インコースのまっすぐはいけなくて、真ん中高めぐらいにまっすぐ行って、カッチンとホームラン打つんですけど、これも、もしかしたらこのサイスニードのサインじゃなくて、中村雄平捕手のね、サインで行ってたら、もしかしたらホームランは出なかったかもしれないんですけど、まあ、サイスニードの、なんて言うんだろう、勘なのか、まあ、直感なのか、まあ、投げたいボールなのか、それはわからないですが、それがね、首振って、投げたボールがホームランになったというところで、まあ、カズマからしたら良かったんじゃないかな、というふうに思います。で、これね、6回裏なんですけど、まあ、せっかくホームラン打ったじゃないですか。ホームランで点取ったじゃないですか。この取った後に取られるっていうのは地獄なんですよね、いわゆる。はい、これね、まあ、先頭のサンタナ選手にホームラン打たれるわけですけども、これも、ストレート2球、スライダー2球、ストレート行って、で、最後、シンカー行って、ホームラン打たれるんですけど、これも、先ほど今言いましたよね、サイスニード、首2回振って、まっすぐ行って、ホームラン打たれましたって言いましたよね。実は、このサンタナのホームランも、高橋礼投手、首振って、シンカー行って、ホームラン打たれてるんですよ。で、おそらく、高橋礼投手は、このね、試合ね、サンタナ選手に1球もシンカー投げてないんですよ。だから、ここで初めて投げるシンカーを投げたら、多分、相手はその軌道も見てないだろうから、抑えれると思って、行ったと思うんですよね。首振って行ったと思うんですけど、それがね、ちょっと甘く入って、それがホームラン打たれるわけですよ。だから、まあ僕がピッチャーに言いたいの、別に高橋礼投手だけじゃないけど、やはり首を振って、まあ自分の投げたいボールを投げるんであればね、やっぱり、ある程度精度の高いボールというか、コースにも投げてもらいたいなって、まあそれは仕方ないところもあるんだけど、やはりね、自分の思いっていうところあると思うから、そこは、しっかりね、低めに投げ切ってもらいたかったなっていうのは正直あるんですけど、まあこれは仕方ないところもあるかなというふうに思います。はい。で、6回裏で、じゃあ7回表か。で、ホームラン打たれた回の次の回なんですけど、ここですよね。先ほど言いましたけども、チャンスで点が取れればっていうお話ありましたが、これ先頭小林選手フォアボールで出るんですよね。で、ノアと一塁で、門脇選手、ちょっとエンドランを空振りしちゃうんですよ。珍しいんですけど。で、しっかり、小林選手が走ってましたから、それが盗塁という形で、ランナーを進めることができました。で、ノアと二塁になるんですけど、ここで門脇選手が、非常に良かったなっていうふうに思うのが、やっぱり自分のミスをしてるわけじゃないですか。まあ、エンドランっていうのは絶対バットに当てないといけないっていうサインなんですけども、そこで空振りをして、まあ、結果オーライでランナーを二塁、盗塁という形でいけたんだけど、やはり責任感を感じてるわけですよね。そこで、ノーアウト二塁という場面で、門脇選手が追い込まれながらなんですけど、このアウトコース低め、一番難しいボールを、もう死ぬ気で右方向に打ちに行ったんですよね。もう、手首こう、カーン返しに行って、で、それをライトフライ打つんですよ。
で、タッチアップで三塁まで行かすんですよ。だから、これは、門脇選手ミスしてしまったんだけど、これもう、そのミスを挽回するっていう、もう死ぬ気で挽回。もう目バキバキで、もう絶対挽回するぞっていうところで、もうありえへん。めちゃくちゃ一番右方向、ライト方向に打つの難しい、アウトコース低めのボールを手首カーン返して、ライトフライ打つんですよ。これはもう気合で、気合の一言。もうほんま気合以外の何者でもないっていうぐらいの、気持ちを見せるわけですよ。で、それで、小林投手も、タッチアップしてランナー三塁行きますと。で、ワンアウト三塁という場面で、ここ勝負かけますというところで、長野さん出てきますと、代打でね。なんですけども、ここで空振り三振をしちゃうんですよね。これがちょっとね、大きかった。ここで、まあ、内野手もね、前出てきてるし、何かバットに当てさえすれば、まあ、小林選手が三塁ランナーなんで、そこまで足は速くないんだけど、もしかしたらエラーもあるかもしれないし、もしかしたらバットに当てさえすれば、なんかこう、間抜けて、前進守備やから、ヒットゾーンは広がってるわけだから、そこでね、ヒットが出るかもしれないんですけど、そこでね、まあ、いわゆる、一番最悪な結果というかね、内野フライか、空振り三振というか、三振するのが一番ダメな場面なんですけど、そこでね、まあ、三振をしてしまった。まあこのもう仕方ないところですよ。仕方ないんですけど、まあここで何かバットに当てて何か起こせてたらもしかしたら変わったかもしれないなっていうふうには僕思いました。ここがジャイアンツが負けたまあ大きな分岐点のとこだったかなっていうふうに僕思います。で、7回裏ですけども、これピッチャー変わるんですよ。井上投手に変わるんですけど、出していいフォアボールと良くないフォアボールっていうのがありまして、これね、先頭のフォアボール、これは出したらダメなフォアボールなんですよね。これ、ノーアウトから、丸山選手にフォアボール出すわけですけども、これは出したらいけないフォアボールなんですよね。うん。で、ノーアウト一塁で、門脇選手じゃない、長岡選手に、3打数残念な、長岡選手バントしまして、バントも成功するというところで、もう最強やんけっていうところ。で、ワンアウト二塁で、オスナーを、ライトフライを打ち取るんだけど、これをタッチアップというところで、ランナー三塁行きますと。で、ツーアウト三塁で村上選手、迎えます。で、まあ非常にね、球も150キロを越してまして、井上投手も非常にいい球投げてたんだけど、ここフォアボール出すんですよね。ここは、このフォアボールは、まだいいフォアボールなんですよ。ランナー一塁も空いてるし、ランナー三塁にいて、絶対点取られたくないから、次のバッターで勝負とか、カウントが悪くなったら、まあ次のバッターで勝負っていうのはわかるんですよね。これは、まあ、出していいフォアボールではないけど、めちゃくちゃダメなフォアボールではないわけですよ。で、ここでピッチャー変わるんですよね。で、平内投手。まあ、2アウト1、3塁という場面で、サンタナ選手に、まあ、ライト前ヒットを、まあ、逆転のタイム、ライト前ヒットを打たれるわけですけども、これね、まあ、平内投手は正直悪くないです。これはね。自分が出したランナーでもないし、まあ、井上投手が出したランナーだし、まあそれは、一番ね、首位打者のサンタナを迎えてるわけですから、まあそれを、絶対抑えろっていうのも酷だと思います、正直ね。で、これね、結局ストレートアウトコース低めのストレートをライト前に持ってったわけですけども、これね、まあ非常に面白い駆け引きというか、ストレートもね、非常に154キロとかめちゃくちゃ球速かったんですよ。で、よく、いい球だったんですけど、まあやはり3球目のストレートを投げた時に、サンタナ選手を空振り取ったんですよ。で、次、スプリット言って、スプリットを見逃されたんですよね。だから、3球目の空振りがね、やはり頭に残ってるから、で、スプリットも見逃されて、見切られてるから、じゃあもう1球ストレート行こうかっていうところで、5球目にもう1丁ストレート行ったんですよ。で、それをね、先ほど空振りしてるから、サンタナ選手はちょっとコンパクトにっていう意識で、振ってね、それをライト前ヒット打ってるんで、まあ、この駆け引きというか、これの配球というのは全然悪くないし、僕はこのサンタナ選手が一回空振りして、先ほどこのスイングで空振りしてるから、じゃあもうちょいコンパクトにいかないといけないか、いけないなっていうふうに思って、それをスイングを変えてるっていうのが、僕は素晴らしいと思うし、さすが首位打者だなというふうに思いました。打撃技術が高いなというふうに思いました。これは平内投手は、まあ、何も悪くないと思います。で、ツーアウト1、3塁でですね、青木選手、まあ、ピンチランナー西川選手出て、スチールされたんだけど、まあ、スリーボールになるんだけど、スリーボールからツーシームを投げてね、まあ、ファーストゴロに打ち取って、っていうところで、まあ、まあ、井上平内というところで、まあ、勝ちパターンというか、めちゃくちゃいい、まあ、いわゆる、なんて言うんだろう、まあ、リリーフの一番いいところ、いいところの投手を投げてるわけじゃないんで、あれなんですけど、まあそういったところで、まあ安倍監督も試合後コメント残してましたけども、まあ非常にこの経験というところで、いい経験ができたんじゃないかなというところで、まあ負けたんだけど僕はそんなに悪くないかなというふうに思いました。
で、8回表ね、これ非常に、いい場面というか、いい、なんて言うんだろう、いい勝負というか、いいところだったんですけど、これね、吉川選手、これ、ヘッドスライディングで、セカンド内野安打、非常に良かったです。塁出てね。で、これ、ここでピッチャー、木澤選手にね、スイッチするんですよ。で、まあ、やはり岡本選手というところで、シュートボールをね、非常にまあ、得意としてましてね、木澤投手。で、ガンガン行くんですよ。インサイドって普通ホームラン打たれたら打たれやすいコースだからやっぱ自重するというかちょっと行きにくいなっていうところの場面なんですけど、やはり木澤投手はパワーピッチャーだしシュートっていうところに圧倒的な自信を持ってるから関係ないというかもうインサイドにもバンバン投げてくるんですよ。でそれ最後、外のスライダーでまあやはりねインサイドあんだけ見せられてるから三振しちゃうというところで、これは木澤選手がね非常によく投げ切ったなというふうに思います。で、ワンアウト一塁から坂本選手がセンターフライで、で、ツーアウト一塁で、しげのぶさんがね、しっかりフォアボール選びますと。で、ツーアウト一塁で、ここで小林選手がバッターだったんですけど、ここでピンチヒッターの岸田選手を出すんですよね。で、それで、もう非常にね、もうやっぱ木田投手も球速いから、もう岸田選手もね、一拳ぐらいね、短く持ってるわけですよ、バットをね。で、やはりね、こう、バッターボックスのこう結構ギリギリに立って、短く持ってるわけですよ。で、もともと僕、実際手伝ってますから、わかるんですけど、岸田捕手って、ベースから結構離れるんですよ、普通って。なんですけども、短く持って、ちょっとね、ラインを寄って、打ちに行ってるわけですよ。もう、あれを見てもね、もう根性座ってるなと。だってあの150キロ超えるボール、デッドボールだったら、そら痛いし、もしかしたら、怪我する可能性もあるんだけど、それを、なんて、恐れずにというか、もうバッターボックスギリギリ立って、ま、短持って、それでカッチン打って、それでセンター前ヒット打つわけですよ。で、結局、これ、まあ、ホームアウトになるんですよ。直樹さん回して、亀井さんが回して、アウトになるんですけど、これは僕は、回してよかったと思うし、うん。これはね、まあ、そんななかなかヒット出ないから、ジャイアンツもね。だからこれは、まあ、アウトになったんだけど、もうこの岩田選手のね、このナイス送球だったと思うし、これは僕はね、回して、批判されるべきの、ところじゃないと思うから、非常にま、ここのね、攻防っていうのは非常に良かったんちゃうかなというふうに思います。で、まあ、8回裏は最後、ま、ダメ押しという形で、2アウト1、2塁から、まあ、長岡選手に4本目のね、ヒットを打たれるわけですけども、今まで逆方向にうまいこと打ってたじゃないですか。で、最後ね、初球のこのインハイのこの辺の球、パーン、大根切りみたいな感じでパーン打って、ライト前ヒット打つわけですよ。もうこれもう止められへんぞと。あんだけうまいことこう逆に行ってて、じゃあインサイド行ったのかっていうところで、インサイド行ったらパーン打たれて、それでボール球よ、それ。ちょっとね、まあ、サンタナ、オスナとか、村上っていうところを非常に警戒してるんだけど、この丸山とかね、この長岡選手みたいなところもめちゃくちゃ状態良くなってるから、ほんまにね、ちょっとね、マジでややこしいというか、ほんまにいい打線やなというふうに思うし、やはりヤクルトっていうところは、ちょっと打線は強いんだけど、ピッチャーがちょっとこう、あんまりっていうところで、今順位はちょっと下にいますけども、これがね、ピッチャーとか田口とか帰ってきて、で、まあ山田哲人選手のね、2軍で、なんか今日守備ついてっていうお話もありましたが、ありましたんで、そこでね、もっとね、こう、うまいことこう、チームが回っていくと、非常に面白い、チームになると思うし、僕前動画で出させてもらったんですけど、ヤクルトっていうのは本当に上がってきそうだなっていう感じはするんで、ピッチャーさえよか、ちょっと調子上がってきたら、もう打撃がいいんで、非常に面白い。まあちょっと塩見選手がね、ちょっと離脱しましたけども、まあ、ジャイアンツもね、まあ、カジタニ選手がもう、非常にいい選手なんだけど、なかなかこう、うまいことをこう、続かないというか、怪我があったりとか、違和感があったりっていうところがあるんで、まあ、それとね、まあ、塩見選手っていうのもちょっとまあ、似たような感じというか、まあ、戦力に入れて考えたいんだけど、あんまりこう、戦力で、っていう風に入れて、レギュラーというか、常時いますよっていう感じで計算してしまうと、いなくなった時のダメージっていうのは大きいですから、そういったところも、まあ、ジャイアンツもね、梶谷さんとかもそうですけども、うまいことね、そういう風な計算をしながら、シーズンを戦ってもらいたいなという風に思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。